どうも、やらまいカンパニー、もちもち大福です。お茶丸です。浜松餃子お願いします。お願いします。さあ、やってまいりました。祭りだ、やりそう。さあ、本日の動画は、はい、浜松旅のしおりを作ろう、うん、エアーパーク。エアーパーク、エアーパーク大好き。エアーパーク面白いに。エアーパーク、うん、このエアーパーク紹介していこうと思ってるもんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。祭りだ、やいそうやいそうやいそう。じゃあまずエアーパーク、どういう場所かと言いますと、うん、あの浜松市西区にあります、うん、航空自衛隊が運営する日本で唯一の広報館です。へ、うん、日本で唯一一個しかないんだ、そういう施設が。すごいな、それが浜松市にあるだよ。浜松に。浜松すごいね。うん、すごいだよ。おはい、じゃあまず見どころ1、うん、歴代の航空機が見られる。ほう、実物です。実物が見られるの。どでかい航空機。どでかい。あ、いた。そんなシンプル間抜けハプニングある。興奮しちゃったもんね。興奮しちゃった。久しぶりに見た。ガシャいて。いや、本当にね、どでかいあの航空機がもう本物が見られるだよ。近くで見れるなんてことないもんね。ないだよ。うんうんうん、で、そのまずね、あの展示格納庫っていうのがあるだよ。展示格納庫。もうさ、もう名前もすごいじゃん。うん、展示格納庫。そのスペースもすごい広くって、うん、そこにもう航空機がいっぱいずらって並んでるだよ。そんな寿司みたい。本当に本当に、もうで俺は特に、うん、本物のブルーインパルスを見れた時に感動した。へえ、うん、それはすごいね。ブルーインパルスが見れるだよ。例えばさ、ニュースとかでさ、うん、今日はブルーインパルスが流れましたみたいなのがグーッと上がってる映像みたいなね。そのブルーインパルスが見れるだよ。へ、うん、すごい。そう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 。で、もう実際飛んでたやつだもんで、うん、で、そのブルーインパルスも歴代のさ、やつがあるだよ。この歴代の初代とか2代目とかがあって。あ、ちゃんと展示されてんの？それ展示されてて、で、すごいだよ。その名前とか、うん、パイロットの名前とかも入ってるもんで、どかっこいい。で、それが実際見れるもんで、うん、もう感動する、本当に。うん、で、見どころ2、はい、全天集シアター。全天集シアター。迫力どやばい。ほう。あのシアターで見れるもんで、うん、もう高さ15メートルのドーム型のさ、うん、あのスクリーンだもんで、うん、そこでそのね、飛行シーンとかも見れるもんで、うん、これはね、もう絶対見た方がいいと思う。うんうんうん、うんうん、まあもうその飛んでるその実際のなんか空の風景みたいな感じで体験ができる。ちょっとプラネタリウムみたいな感じとかみたいな感じ。うん、はい、そして見どころ3、うん、体験ができる。体験。さすがに、うん、その空は実際ね、飛ばすっていうのは技術がいいもんで、それはできないに大前提に。そんなもん見に来て空飛ばしたら何かしらの法律に引っかかるよ。そう、それはできんだけど、うん、あのさっき言ってたそのブルーインパルスのコックピットに実際に乗れたりとか、うん、へーすごー、うん、あとはそのフライトスーツみたいなのもちょっと着させてもらえたりとか。それはいいね。うんうん、そういうのがあの体験ができるもんで、うん、あとは、うん、そのなんていうの、操縦してるような感じの、うん、あのゲーム機みたいなさ、あのゲーセンとかでさ、疑似体験みたいなのあるら、ああいうのとかもできたりする。あれが結構楽しい。俺はなんか本当にパイロットになってきて、行くにーみたいな感じで、うんうんうん、むずいみたいな、水平に進まんみたいな感じ、モニターゲームみたいなのができるとね。そう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 。で、まあその今はですね、うん、ちょっとこの、情勢柄、うん、あのコックピットとかフライトスーツっていうのは、うん、あの今はちょっと体験ができないみたいだけど、うんうんうん、あの操縦のその体験はできるっぽいもんで、うんうんうん、そちらはぜひ今でもすぐあの体験ができるし、うん、今後またその情勢が落ち着いてくれば、あのきっとそのフライトスーツ着れたりとか、うん、コックピットもまた乗れると思うもんで、うん、それはその時のお楽しみにしておいてください。はい、はい、そして見どころ4、はい、展示格納庫にいるスタッフの方の解説が最高。急に人の話。ほう、これは、うん、あのもしかしたら俺があの解説してくださった方が、うん、たまたまそういう方だったかもしれないけど、うん、その格納庫のところに、うん、あの数名そのスタッフさんがいらっしゃるんだよね、うんうんうん、まあ、いろんなポジションごとで、うんうんうん、で俺がその時たまたまそのブルーインパルスのところにいたスタッフの方が、うん、あのすごい面白い話いっぱいしてくれただよ。ほう、うん、で
実際どういう方なのかっていうところまで我々はその時は聞けなかっただけど、うん、多分おそらくやっぱそのね自衛隊の、うん、あの施設だもんで、うん、その自衛隊の関係者の何かの方だと思うんですけども、うん、当時もうまずブルーインパルスのことをブルーって呼ぶから、うん、かっこいいな。そうそうそう、もうその時点でさかっこいいな。もう我々 俺らはさブルーインパルスって言っちゃうじゃんか。もう俺もブルーって言うけどね。言わん俺もブルーとは言うけど、でもなもうなんかこのブルーはねみたいな、何々の時にあの飛んでたやつだにみたいな感じで言ってくれて、でもうなんかね裏話みたいなのなんか聞けてたよ、ブルーインパルスのパイロットさんってこんな感じだったねみたいな。あーそれはちょっと聞きたいね、でそれがめちゃくちゃ面白かったもんで、でこれは、俺の口からはあんまり言わん方がいいかなというかさ、まあ、その人の喋り方も含めて面白いっていうところもあるだろうね。でその人が多分、まあ、実際に聞いたりとか体験したりとかをもとに、いっぱいいろんなお話を解説してくれたもんで、うん、その方でもその方だけじゃなくていろんな方も多分そういう風にあのエピソード持ってると思うもんで、うん、実際その場に行ってその方のお話聞けたらねすごい面白いと思う。勉強になるし、実際にエアパックに行っていらっしゃるスタッフさんの話を聞く、うん、そう見ながら聞くっていうのが面白いと思うね、うん、これ絶対に面白いだよ、うん、で俺は一応その俺の時に対応してくださった方のお話がとても俺は面白かったもんで、うん、なんか本当にタイミングがあれば本当にこのヤラマイカカンパニーで、うん、ぜひエアパークさんに行かせていただいて、まあ、その方、うん、あの私はそのお名前は存じ上げてるので、うん、ぜひ取材させてもらいたいなと思ってる。何越しに訴えてるの。マツリーでイエイソー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 。でもエアパークさんね、うん、そのグッズとかも売ってるだよ。ほうあの自衛隊グッズみたいなの、うん、だもんでその要は浜松 の、うん、あのエアパークだけど、うん、なんかどこどこの基地の部隊のワッペンみたいなのとかも売ってたりとかするし、いいね、そうそう帽子とかも売ってたりとかするし、 T シャツとかも売ってるもんで、次回行った時に実際買って紹介したいなって思ってる本当に。いろんな方が楽しめるような場所になってると思う、うん、あの女性でも楽しめるような場所だと思うもんで、老若男女老若男女あれはっきり言ったんだよ。でも皆さん本当に楽しめる場所だと思うので、はい、ぜひおすすめになってます。はいはい、ということで今日はエアパークの方を紹介させていただきました。はい、これからも2人で頑張っていくもんで、高評価とチャンネル登録よろしく頼むに、やらまいか。高評価お願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また見てねー。